これから2020年度青山学院大学社会情報学部統計入門第10回3つ目の動画配信を始めます。第10回では初等統計学第6章標本抽出の学習をしています。この解説動画では第3節普遍推定値について学習をします。 標本から推測を行いたい母集団の確率分布を特徴づける値のことを母数と言います。例えば母集団での平均 μ と分散シグマ2乗、あるいは母集団での比率 p、これらが母数パラメータになります。我々はこの母集団での本当の値を 標本から推測することになります。それでは、どのように推測をするのでしょうか。最も単純な方法は、点推定と言われるものです。これは、標本から計算される統計量を推定値とするものです。統計量というのは、標本から計算される値のことでした。例えば、 標本平均は母集団平均の推定値となります。母集団から無作為抽出された標本で標本平均を計算し、母集団での本当の平均はこの値だと考えられますというように推測をする。この、これが点推定。一つの値、標本から計算される一つの値を母集団での特性値の値だと考える。 ということで一点で推定をしますので点推定というように呼ばれます。これに対して点推定値の周囲に区間を,を作ってこの区間が母数を捉えているはずですという推定を行う方法が区間推定と呼ばれるものです。これは次回第7章で学習をすることになります。 点推定を行うときに、どのような推定値が良い推定値なのか。この基準はいくつかのものがあります。統計入門では、普遍性と呼ばれる性質を取り上げます。大きさへの標本を取ってきて、統計量を計算をするということを何度も繰り返すと考えてみます。もちろん実際の調査では、 大きさよりの標本は一回だけ取られることになりますけれども、それを何度もやり直しをするというように考えます。そうすると、このやり直しによって、我々は、母集団での母数の推定値をたくさん得ることができることになります。例えば、 標本平均を一つの標本から計算できますので、もしこれを100回繰り返せば、100個の標本平均が得られているということになります。この一つ一つの標本平均は、もちろん値が違っているでしょうから、少なくともほとんどのものは外れている。募集団での本当の値ではない。 仮に一つがぴったり当たっていれば他は外れているということになります。でそのように外れだらけの推定値で。こんなものが役に立つのかと思われるかもしれませんが、普遍性という性質を満たしていれば、これは募集団での推定値として望ましいものになります。その普遍性というのは、このように 計算される標本統計量の期待値が推定したい母数に一致しているという、そうした性質です。直感的には何度も標本を取り直しては求められる統計量、例えば平均値、標本平均というものが100個とか1000個とか1万個あったと考えると、 そのたくさん取られた、計算された、繰り返し計算された平均値の平均値。ちょっとややこしいですが、何度も繰り返し計算された標本平均のその平均値。これが推測したい募集団平均に一致しているという性質。これが普遍性というものですね。この普遍性を満たす 統計量のことを普遍推定値というように呼びます。今普遍推定値値という漢字を使いましたけれど推定の定義式である確率変数そのものを推定量具体的に求められた値のことを推定値と呼んで区別することにしています。 ただし、この区別が分かりにくければ、最初はあまり気にしなくてもいいです。ちょっと慣れてくると、このテキストのセクションのタイトルである、普遍推定値という言い方が、よりも、この普遍推定量というセクションタイトルの方がいいんじゃないかという気もしますが、ここでは、最初のうちはあまり気にしなくても構いません。今のべたことを、 実際には行わない。つまり、標本抽出を何度もやり直すといったことは、普通はしないわけですけれども、シミュレーションとしては簡単に実行できますので、この不遍推定量といった考え方は、シミュレーションを行うことで理解が、の助けになると思います。今これエクセルで行っているシミュレーションです。標本抽出として、1回目から 二回目、三回目というように、え、標本抽出、何回目の標本抽出かということが書いてあります。実際には我々はこの一回目と書いてある標本しか取らないわけですね。ここでは X01 から X10 まで大きさ10の標本を取ってます。ですからこの図でいう、うん、Excel の第2行にあるデータ、225597 3,3,8,7これが実際に我々が得るデータで実際にはこれだけで終わってしまうんですがこの標本抽出を何度も繰り返すというように考えるつまりまた別の10個別大きさ10の標本をまたもう1回取るさらにまた別の10個大きさ10の標本をまた取るというように標本抽出を1回目2回目3回目というように繰り返すことを考えますそうすると その一回一回の標本抽出で標本平均が、大きさ10の標本に基づく標本平均が計算されていきます。この図だとエクセルの L の列ですね。一回目5.1と値でしたが、取り直すと3.9になり、次4.5になりというように平均値がたくさん得られています。この平均値の分布の平均、 これが母集団平均に一致するというのが普遍推定量、普遍性という性質になります。もちろん、この普遍性という性質は期待値、確率変数としての標本平均の期待値ですので、このようにシミュレーションによって 何回標本抽出を繰り返しそうとも、そこで実際に計算されるこのたくさんの平均値の平均ということを話しているわけではありません。あくまで理論的な期待値のことを言っています。でしかし、直感的な理解としては非常にたくさんこのようにして得られる平均値の平均値というものが募集団平均に一致しているかどうかと。 その一致しているときに普遍推定量というのだという理解をすると分かりやすいと思います。今、このスライドで Excel で行っていたシミュレーションを R で実行するということをしてみます。これがプログラムですね。大きさ10の標本で N に10という値を入れています。そして、大きさ10の標本を繰り返すことを100回繰り返す。 先ほどの図で言うと、標本の抽出の1回目から100回目までやるということですね。ということで、繰り返しレップを100というようにしています。100回の,位置の標本抽出ですから、標本平均が100回計算されるわけですので、その100個分の標本平均をしまうためのベクトル、M 図を用意しておきます。でそうしておいて、 R ユニフ関数。これは一応分布に従う乱数を発生させます。0から1までの間の実数値を1つ取り出してくれる関数ですね。引数に n を指定すると n 個の実数値を抽出してくれます。これを10倍することによって、 0から10までの実数値、あい、だから、0から10の範囲の実数値を1つ取り出すということをしまして、フロア関数で小数点以下を切り捨てます。で、そうすると、0から9までの整数値が1つ得られるということに、ランダムに1つ得られるということになりますね。で、これを、大きさ10ですから10個、0から9までの整数値を10個抽出して、その平均値をミン関数で、 計算をして、M 図の中に保存するということを繰り返します。これを100回繰り返す。そして M 図に保存された100個の標本平均の計算をミン関数で計算すると、こうしたことですね。これで先ほどの Excel のファイルで行ってたことを R で実行することができます。 イメージとして、このように、たくさん計算される平均値の平均値。これが募集団の本当の平均に一致するという性質が普遍性ですが、先ほども注意したように、これはいくつ平均を集めようとも、標本抽出を何度も繰り返そうとも、これは実験で行った実験値ですので、 普遍性というのは実験値の話をしているんではなくて、理論的な期待値の話をしているんだということを言いましたねで。具体的には実際にその理論的に期待値というものを求めてみることにします。標本平均が母集団平均の普遍推定値になっているということは、標本平均の期待値が 母集団での本当の平均 μ に一致するということですね。で、これは簡単に式で示すことができます。e の x バー x バーというのは標本平均です。えー、つまり、n 分の1シグマ、xi。x の1から xn までを全部足して n で割る。で、この期待値ということですね。で、そうすると、期待値の性質で、この定数である n 分の1は、 期待値の外側に出すことができますね。そして、シグマの xi。これは x1 から xn までの足し算なんですけれども、和の期待値は期待値の和という性質がありましたから、これを分解することができます。でそうすると、x1 から xn まで一つ一つについては、これは 期待値は、募集団平均 μ になります。一つだけ、募集団からデータを抽出するときに、大きさ1の標本を取ってきたときに、それは平均的にはどんな値が出現するかというと、当然募集団での平均に一致することになります。一回一回異なった値が得られますけれども、それは平均的には募集団平均 μ。 にに一致していいるととうことになりますねでそうするとこの x1 から xn までの期待値は全て μ ですから μ が n 個分あるということで n 分の1かける μ の n 倍ということですから確かに標本平均 x バーの期待値は μ になっているということが分かりますね。これは母集団分布が 正規分布であるとか一応分布であるとか言ったことによりません。どのような母集団分布であっても標本平均は母集団平均の普遍推定量に、普遍推定値になっています。第2章で少し話した内容で、偏差平方和を n で割るか n-1 で割るかということがありました。 偏差平方和を n-1 で割った標本分散、普遍分散とも言いましたね。で、これは母集団分散の普遍推定値、普遍推定量となります。証明は少しで欲しいので、後で述べることに、次の動画で述べることにしまして、ここでは,変変は、偏差平方和を n-1 で割った分散というのが、 普遍推定量に募集団の本当の分散の普遍推定量になっているということを理解しておいてください分かりやすい平均からの偏差平方和を n で割った分散は平均的にはやや小さめの推定量となります平均すると募集団分散よりも小さめの値を推定している偏りがあるんですね小さい方に 少し、少しいつも控えめな、小さめの値を得ることになります、N。N-1 で変変 N、偏差平方を N-1 で割ると、そうした分散の期待値は、募集団での本当の分散に一致するということになります。これで3つ目の動画配信を終わりまして、次に第4節に進みます。